疲れ果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。日がそんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。ああこの気だるさはなんだ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。